はい、デッキーです。今回は早朝の熱気球体験についてお伝えしていきたいと思います。お天気は最高です。どうなるんでしょう、お楽しみください。昨日日中雨だったんですね。で、今日はすごいいいお天気なんで、ある現象が現れやすい。もうしばらくするとその現象を見ることができます。雲海です。高さがあまり高くない雲海だと、熱気球に乗った時に雲の上に出ることができて、すごい景色も見れるんですけどね。空はね、青いんですけどね。これから雲の中に突入していきます。ですね、天国ってこんな感じなんですかね。すごい。よかったですね。いらっしゃい。終わりましたね、だいぶね。どうですか。怖いです。怖いですか。真下見るとね、意外と高いですもんね。下から見てるとそう上がってるように見えないけど。人間がちっちゃく見える。皆さん問題です、はい、上見てください。空っぽですよね。中にはあったかい空気が入ってるっていうところまで分かりますか、はい、何度ぐらいの温度だと思いますか。80。はい、次。120。はい、次。1000度。はい、90。だいたい100度ぐらい。100度ぐらいです。ちょっと一人桁外れの1000度がいましたけど、100度ぐらいの温度にこのね大きい風船の中の空気温まると500キロちょっと持ち上げてくれます。うん、すごいですよね、熱気だけでね。さあ、じゃあお父さんやってみますか。2秒ほど握ってみてください。せーの、ゴー。もう一回。温めたから上がっていってるの分かります。ほらほら、上がってる。今お父さんが上げたんだよ。ほら
こだけ、蓋だけ湯気が出てるところがここですね。中だけで、王城だけ木島だけ、一番右のポコッとお茶碗ひっくり返したような、それが米塚といいます。お釈迦様がお見て寝てる。さあ皆さん、乗り終えてどうでしたか？怖かった。ちょっと思ったより高かった。でも景色綺麗だったでしょ、ね、え遠くまで見えてどうでした？怖かった。でも乗ってると少し慣れてこなかった？慣れてきた。どうでしたか？最高。楽しかったです。楽しかった。よかったです。また景色が違った。結構遠くまで見えた感じでした？めっちゃ見えました。よかったです。今日は天気が最高だったので。よかったです。はい、よかったと思います。今日はありがとうございました。またお待ちしてます。